諮問案通り承認をいただきました。すなわち特定都道府県34県、それから特定警戒の都道府県のうち、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、福岡県を緊急事態宣言の対象区域から解除をするということで。ただ愛媛県については昨日20名近くの感染者が出たため、感染経路の調査などを行う条件付きの解除だということです。有識者による会議では、特定警戒都道府県に指定されている愛知や福岡なども含む39県での緊急事態宣言の解除に加えて、解除後も維持するべき感染防止策などが議論されました。解除される地域でも不要不急の帰省や旅行を控える移動自粛の要請は継続される見通しで、他にも感染防止策が整わない大規模なイベントは開催しないなど、新しい生活様式を国民に求めることにしています。